じの。応用編の練習課題。
待てて練習くらいが終わりました。残っているのはこういうね、痛い位置、救助隊、照射隊、いろいろこう持ってるんですよね。ここまでの知識は硬筆書写検定1級レベルです。で、付録として救助隊ですね。単の字はこれとか、ことぶきかとか、普通、黄色、線、差はこのように今では使わない、書かない書体が一覧になって載ってます。これも硬筆書写検定一級の課題です。例えば口を無に書くとか、口をはしごにするとか、高いとかね、下位とか、こういう書き方についても硬筆書写検定一級の課題です。これ全部覚えてれば間違いなく知識は満点取れます。これが全部頭に入っている先生はいないです。五体字類とか、大漢字典とかを見ながら参照して、これ手本を書いてますので、全部暗記しているわけではないんですよね。7割8割点が取れば一級合格ですし、審査員の方も全部覚えてられますので、審査員の先生も実技、古典の臨床だとか書式だとか症状だとかビジネス文書だとか啓知のとか、それもきれいに早く書くとかっていうことで教えてるし、やっぱりやっているし、仕事を受けているので、オールマイティは無理ですよね。で、ここに今応用の課題が載っているので、これを書いておきましょう。ちょっと思い切った形を書いていきます。
これをペン字のお手本的に書くとこうなります。今回は以上です。これでペンジャムテキストの上巻の方が終わりました。